皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。川栄李奈さんが三代目ヒロインを務める NHK 連続テレビ小説カムカムエヴリバディ日向編。2022年3月25日放送第102回。いよいよハリウッドの映画制作チームが視察のために来日。英語で映画村を案内するという大役を任された日向、川栄李奈さんは、緊張しながらもなんとか、その役目を果たします。その後日向は、映画制作チームで、キャスティングディレクターを務める、兄平川、森山良子さんと、茶屋で言葉を交わし、英語を上手だと褒められ、励まされます。前回話題を呼んだ、兄の名前は、兄平川で、演じるのは森山良子さんと判明。ツイッターでは森山良子さんがトレンド入り。初めての来日だというアニーですが、映画村の道場の神棚を感慨深く見つめたり、日向との英語での会話で、ラジオ英語講座がまだ放送されているのと言っちゃったり、どうも疑わしい感じです。SNS 上でもアニーの正体をめぐり議論が沸騰。やはり森山良子。兄平川、平川？主題歌は、息子が関わって、母親が出演とは。平川って、ラジオの平川先生の奥様。懐かしそうに神棚を見るマダム、あなた、やはりあなたは、もしかして。兄は、訳あって、初来日のふりをしているんですね。日本での生活を断ち切って、アメリカに行った安子が、英語の師匠の平川先生の名字を名乗ってる、とか。日向と兄さんが話している時に、ラジオ体操の話と、ラジオで、英語の勉強をしてるって言った時に、兄さんが動揺していたから、安子ちゃん説が濃厚かな。兄さん、めっちゃ素敵やん、あなたは。本名ではなく、平川忠一さんから、取った通称では、兄は、あんこ、やすこから来てる。とすると、やすこ本人か？兄言動から、やっぱり、やすこの香りがするな。絶妙に、やすこではないか？と思わせるセリフが出てくるな。といった考察で盛り上がっていました。そんな、兄平川を演じる森山良子さんが、コメントを寄せてくれていましたのでご紹介します。森山さんは、出演が決まった際、一言では言い表せないような気持ちだった、と振り返ると。ストーリーを伺った時に、なぜ私のところへ依頼をくださったのかしらと、本当に不思議でたまりませんでした。というのも、私の父、森山久志が、ジャズミュージシャンでトランペッターだったからです。そして、ルイ・アームストロングの大ファン。父は、日系2世で、日本語より英語の方がずっと上手だったものですから、ルイ・アームストロングが日本に来る時に、羽田まで自分の車を運転して迎えに行ったんです。ただ、大好きなだけなのに、かっこ、笑い。サッチモも、すごく心を開いてくれて、父の車で宿泊するホテルに入り、いろんなおしゃべりをして、というエピソードを、私は小さい時からたくさん、父から聞いてきました。サッチモが生きていた当時は差別がひどかったと思いますが、そんな中でも人に笑顔しか見せない人だったそうです。父はサッチモのことが大好きだったので、今回のことも天国で喜んでいると思います。そんなつながりがあるルイ・アームストロングは、私にとっても子供の頃からとっても特別な人でした。出演が決まった時は、私もこの作品に、えも言われぬご縁を感じて、何とも言えない、本当に胸が詰まるような思いになりました。兄を演じる上で、感情型になりすぎないように気をつけたという。森山さんは、続けて。英語のセリフが多いですが、幼少期の経験が支えになっています。小学生くらいの時に、アメリカンポップスというか、オールディーズが流行っていたんですが、音楽に合わせて歌っていると、父に呼ばれて、8小節を1時間くらいかけて直されるんです。かっこ、笑い。英語の発音も直されて、
また、電気蓄音機のあるところへ戻って歌い始めると、また呼ばれて直されて。もう、鼻歌も歌えない状況でした。かっこ、笑い。小さい時から、私は歌い手になる、と言っていたので、父も母も、私がシンガーになるだろうということを察して、直していたんでしょうね。その頃の父のダメ出しが、今こうして歌を歌うに役立っていますが、兄の英語のセリフを話す上で言葉としても役立っているのはすごく嬉しいです。カムカムエヴリバディの脚本、ストーリー、そして日向役の河江恵里奈さんについては、この壮大な100年の物語はそれぞれの登場人物の細かい心情が丁寧に描かれていて、全部のセリフが人生や生き様、いろんなことにリンクしていくような感じです。もちろん計算されていると思うんですが、計算されているとは気づかないかもしれないような、網目の中をくぐっていくセリフのやりとりというのが、本当に素晴らしい。ただ立ち尽くして、唖然とするシーンがあったんですが、それだけで、おおお、と、感動して、本当に涙が溢れてきたこともありました。私、家でもエモーショナル涼子と呼ばれていて、何でもキュッときちゃう方なんです。日向役の河江さんは、とても頑張り屋さんです。日本語も英語も、膨大な量を、あの体の中に全部インプットして、この役に臨まれています。一方、私は3行ぐらい覚えるのに、うわぁ、覚えられない、と言っています。かっこ、笑い。それくらい凄まじい努力をなさっていると思いますね。そして最後に、視聴者に向けて、こうメッセージを送ってくれます。100年にわたる壮大な家族のドラマです。人それぞれのご家庭があると思いますが、いろいろな人、いろいろな出会い、一つ一つが、すべて大事なシーンであるし、すべてが大事な出会いであるし、生きているということは、本当に毎日が大事なんだなと、本当にそういう風に思う作品です。どうぞ最後までご覧ください。そして、ラストシーンでは、あの人が、大きくなって、日向の前に、帰ってきてくれました。ハリウッドのアクション監督が来るから、道場を開けて待つようにと、言いつかる日向。足音が聞こえてきて振り返ると、そこには、スーツ姿の五十嵐、本郷奏太さんが、思わぬ形で、約10年ぶりに、日向との再会を果たしたところで、来週のお楽しみ、となっちゃいました。アクション監督が、文ちゃんなのか、まだわかりませんが、大出世していたっぽい文ちゃんに、視聴者からは、五十嵐、あれから何年経ってんだっけ？おお、文四郎。ここで来週に続く。驚きの展開。ハリウッド映画のスタッフになった五十嵐と再会。五十嵐、アメリカ渡ってたんかーい。いいところで来週に。残念、先が見たすぎる。ハリウッドのアクション監督って、と、驚きの声が上がっていました。ここからは、ネットの声をご紹介します。森山さん、素敵なご婦人を演じられてましたね。安子なのかどうなのか。いろいろ偶然が重なりすぎて、非現実的だなぁと思うこともありますが、ドラマと割り切ってあと少し、結末まで楽しみに見ます。アニーさん、安子だと、安易かなぁと思って最初は違うと思ったけど、今日の日本は初めて来たっていうのが嘘な感じがしたので、やっぱり安子かな。予告でもそんな気がした。アニー・平川という名で過去を封印して生きているように見えたし、安子の名前からアニーで、英語の生みの親の平川先生から平川。来週が待ち遠しいです。森山良子さん自身もサッチモに縁のある方だそうで、出演とは素敵ですね。それにしても、アニー平川さんは、カムカムラジオの平川先生の演者なのか、
ヤスコ、アン、アニーなのか、気になりますね。ミノルがヤスコに伝えた言葉、それをヒナタに伝えるアニー平川。ラジオ体操もラジオ英会話も、すべて知っていて。来日したのは、初めてなんて言ってるけど、ようやく会えたのですね。やばすぎて泣きそうになりましたよ。アニーさんは、日系二世さんかな。そしてヤスコの知り合い。ラジオ講座のこと、まだやってるの？ちょっと古風な。とか言ってたのは、ヤスコが、ラジオで英語を身につけたことを知ってるからじゃないだろうか。ラジオのおじさん、平川忠一氏、演者さだまさしさんの演者、娘の可能性は高い。だから、ラジオの話で驚いていた。何にせよ、いい意味で、毎回期待を裏切ってくれます。まさか今日のラストで、ブンちゃんが出るとは。物語の内容も素晴らしいですが、キャスティングが、想像をはるかに超えて、こんなことあるの？と驚き感動しています。森山良子さん、ハリウッドのキャスティングディレクターの役、ぴったりですね。ヘアメイク、ファッションもよくお似合いです。女神となれがありましたね。そこがまだ謎です。先が待ち遠しいですが、それは、終わりに近づくことになりますよね。ああ、どうしましょう。アニーさんの正体がヤスコというのは、視聴者の意識を、その方向に持っていこうとする、制作側のミスリードだと思う。多分、カムカム英会話の平川先生の血縁説というのが、個人的に支持するところなのだが、ああ、なぜ、こういう週に限って、朝ドラ受けがないのだ、ああ。アニーイコールヤスコか？でも、平川だし、ひなたは平川先生のお化けに合ってるし。と視聴者を混乱させて、実は、ヤスコなのか？アニー平川って本名とは限らないし、平川先生の関係者だとして、ラジオ英会話に反応するのはわかるけど、ラジオ体操にも反応するところや、団子を食べてほっこりしたり、日本に来たの初めてと強調するところはヤスコかと思わせ怪しい。でも、そう思わせておいて、ヤスコではないのか？と、堂々巡りです。ここで終わり？以前ロバートがヤスコに言った言葉、どうか、このまま英語の勉強を続けてください。あなたが想像のできない世界へ導いてくれるでしょう。だったかな？その言葉を日向に告げて、店を後にする。やっぱり女神は、ヤスコかな？五十嵐も、オーディションの申し込みに来たのか？それとも、ハリウッドのスタッフになってた？いずれにしても、真っ先に、道場の神棚に一礼。五十嵐も変わってないんで一安心。以前までは、週明け仕事始まりで、気分がややネガティブだったけど、月曜が待ちきれない。早く来い。なんて変わりようなんだろう。アニーが日本に来たのは初めてと言ったのは、セリフの間からすると嘘なのかなと思っちゃいました。まだ、ラジオ英会話なんてあるんだとか言ってるし。風鈴を再び吊るしたら、文志郎が帰ってきた。文志郎が、キョムさんを口説いて出演させるのかな。サヨ吉は、じいちゃんの幼少期そっくりで、ということは成長すると、堀部氏になっちゃうのかな、かっこ、笑い。日向も30半ばになって、文ちゃんと再会できた。それも、ハリウッドのアクション監督として。これって、日向と別れた後、アメリカに渡って、アクションを勉強して、ついに、監督にまでなったってことでしょうか。だとしたら、手紙の一つでもよこしなよと思ってしまう。でも、また、ブンちゃんとひなたの恋は再燃するのでしょうか。気になります。いろいろ、憶測が飛び交ってますが、私は、五十嵐は、純粋にオーディションを受けに来たのだろうと思います。そして、それは、音楽活動を再開したジョーの姿とも重なります。五十嵐さんは、10年前に、会社から処分を受けた人、その人が、
アクション監督となって視察することが大騒ぎになっているのでしょうか。ハリウッド映画のアクション監督さんで、その方が日本人であれば、日本の映画会社でも知っていて当然と思います。五十嵐さんは、オーディションを受けられるために京都に来たのでないでしょうか。今後、オーディションも受かり、日向さんとも元に戻る展開であればいいですね。オーディションを受けに来た側でなく、すでにアメリカに渡って実績を積んでて、オーディションをする側で来たって可能性もなくないかな。モモケン的立場で。確か、主演は決まってて、他のキャストをオーディションするって話だったと思うから。大出席本。まあ、五十嵐が、アクション監督でも、アクション監督の下働きでも、オーディション受けに来た人でも、ぶっちゃけどうでもいいのよ。五十嵐が映画村を離れてからも、日々の鍛錬を怠らず、いつ来るやもしれぬ機会に備えていたことが大事だと思うんですよね。日々の鍛錬を怠らなかった人は、必ず報われるはず。日向も五十嵐も、そして虚無さんも。一つの道を歩み続けるのは尊い。しかし、すべての人が道を全うできるわけではない。そして、一つの道が立たれても、別の道は他にもある。そして生きていく。それが、このドラマのテーマなのだろう。ジョーのトランペットしかり、五十嵐くんの役者しかり。ブンちゃん、スーツ着てる。あんまり似合わないけど。お約束の安っぽいトートバッグはどこに置いてきたのかな。本当にアクション監督らしいけど、大部屋俳優の経験を生かし、あれからスタントマンに転向し、日々の鍛錬を怠らず精進し、監督の座を掴んだのならすごいよね。虚無蔵さんに感謝だな。五十嵐の転身、予想外でしたがそう来たか、という感じですね。千葉真一さんがハリウッドに進出して、俳優と同時に、さて、アクションの演技指導もしていたという背景も参考にしたのでしょうか。サムライベースボール、どんな作品かわかりませんが、ラストサムライとミスターベースボールを組み合わせたようなエンタメ時代劇、と勝手に想像しています。日向には、なかなか、直接英語が関わってこないと思っていたら、ラストサムライをクライマックスで取り入れる流れだったのですね。当時何気なく見た映画でしたが、時代劇衰退の流れに歯止めをかける意味で、多くの方々が願いを込めて携わった映画だったのだな、と、カムカムを見て初めて知りました。五十嵐の変身、びっくりしました。必ず再登場してくれると思ってはいたのですが、こんな形だとは。まさかの三つ揃い、かっこ、笑い。着実にキャリアを積んでいた五十嵐、スキルアップして頼もしくなった日向。失恋後の見事な成長っぷりが嬉しかったです。結ばれるか否かは、平成の世では気にならないかな。思う道を二人には歩んでほしいです。ネットの声は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。